日本農産工業株式会社は神奈川県横浜市に本社を置く日本の飼料、食品メーカー、愛称、の産、全国農業共同組合連合会系列に属さない配合飼料の大手メーカー。飼料以外の事業では食品事業として1976年に発売し、東八郎が出演した CM が人気となった、鶏卵、ヨードラン 光が広く知られる。あとに、CM には、渡辺恵リ子ミスター遅れ渡瀬つねひこ、バンドエイジが起用されたが、2012年現在は、放送されていない。三菱商事系列であり、従前より、筆頭株主として20%超の出資を受けて、いたが、2007年5月から6月にかけて、三菱商事は、株式公開買い付けを行って、 日本農産工業の過半数の株式を取得し、三菱商事の連結市会社となる。2009年12月に三菱商事の完全子会社となった。かつて、東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所各市場第一部に上場していた。2007年3月期の連結売上構成は、市場事業78%、 食品畜産事業12%、ペットフード、飼料添加物等9%、その他の事業1%となっている。企業博物館として、茨城県つくば市の研究開発センター内に、わとりに関する博物館、わとり館を開いている。2007年3月31日現在、ありがとうございます。